首里公民館に来ています。今日は9月に東京で開催される人権フォーラムに向けて演劇の練習に励んでいる HIV 人権ネットワーク沖縄をご紹介します。NPO 法人 HIV 人権ネットワーク沖縄は平成5年にエイズ対策委員会として発足し、平成16年度より正式に NPO として活動を始めました。平日夜間の電話相談をはじめ、一般への講演会や学習会の開催、エイズ教育の学校支援活動などを行っています。今年2007年6月には HIV 街頭検査キャンペーンも実施しました。この HIV 人権ネットワーク沖縄の始められたきっかけというのは何でしょうか？そうですね、やはりその、HIV 感染者の急増ということがありますね。全国的にもそうですけども、沖縄県は、その中で重点都道府県地域に指定されるほど、やはり感染者の方が増えている。そういう中で、今後ですね、生きる子どもたちに、この病気のことを理解してもらって、で一人でも感染者を防いでいくことができればいいだろうと。またそれと同時に、今実際に感染している方々が、生きやすい社会づくり、これがとても大切なので、そういう、時代の流れもあって、活動を始めたと。5年前から毎年開催する人権フォーラムでは、沖縄の中学、高校、大学生ら約60名がエイズやハンセン病について踊りや歌、演劇を通して学び、差別や偏見を乗り越え、すべての人が共に生きるためのメッセージを伝えています。今年は初の東京公演が9月22日に小平市で行われます。行動に移す勇気、差別と偏見を強いられた全ての魂のために、今年 の, その人権フォーラムで行われる演劇の内容はどういったものでしょうか？はい、そうですね、HIV に感染した、女子高校生がその、偏見の中でですね、自分自身が追い込められて、そのような中、たまたまその学校で沖縄愛楽園を訪問する機会があったと。でそこには長年差別や歴史で苦しめられたハンセン病の方々、いる、その中のおばあさんと出会うんですね。でそのおばあさんが考えられ、想像もできないような、その本当に大変な差別を受けていく。しかしそれでもそのおばあさんがそれを乗り越えて明るく前向きに生きているその姿にですね、共鳴して、彼女が自分の病気のことを先生や友達にも打ち明けて、それを受け入れながらも前向きに生きていくことを決意する、そういう物語になっています。そして石を投げられ、当たりました。唾もかけられました。この恐怖は一生忘れないんですよね。私今でも目の前に浮かんでいるのがあります。でもそこから私は石が当たっても心を越しなかった。それほどみんなとね、一緒にいたかったんだろうと思いますよ。いつもいつも一人ぼっちでしたので、自分たちがこのやる劇の意味とか重みとかを知ることができたので、本当にありがとうございました。はい、こちらこそ。こういう二度と人間を差別するようなことがないように、人権をね、大事に重んじるような世の中になってほしいし、それにまたその子たちが携わってね、一生懸命頑張ってほしいなという願いを込めながら、いつも話をさせていただいています。この演劇を通して、例えばハンセン病のことに対してもなんでそこまで迫害されたりとか差別されたりとか
家を割れたりとか、なんかそういうことを、子供を殺されたりとか、そういうことしなくされなくちゃならなかったのかなって疑問に思った時に、じゃあもっと自分たちで本を読んで調べてみようとか、誰か人に聞いてみようとか、あとは愛楽園、名護にある愛楽園にみんなで行って訪問して、そのおじおばの話を実際に聞いてみようとか、うん、そういう風になってて、東京に持っていくっていう大きなことをするわけだから、本当に自分たちが何を伝えたいかっていうのをちゃんと持って真剣に向き合っていけたらいいなって思います。やっぱ東京でやることはとても一大イベントとして捉えてるし、やっぱり多くの人に心からの愛を伝えていければと思います。それでは審議を始めます。原告弁護人、証人への尋問を始めなさい。施設に入る者は皆自分の全てを捨てるんです。HIV の、 その感染を、抑えたいという、目標の中にその一つがありますけれども、実はそれを抑えるためにはですね、この人権問題というのがキーポイントになるんです。それをないがしろにして、どんなふうな対策を取ってもですね、感染者を抑えるのに成功していかないんです。これは諸外国の例でもそういうものがはっきりしていますし、やはり当事者がの方々が生きやすい、暮らしやすい、そして差別や偏見のない社会こそが結果的に感染者数を抑えていくということにつながっていくんですね。演劇を通して HIV やハンセン病を学び、日々成長していく若者たちの姿が印象的でした。